山際山際山際東京本店ビル山際東京本店ビルは東京都千代田区外神田4丁目にかつて存在した商業施設ビル1966年から1968年にかけて山際電気給本店1から3号館を改築神田明神通りに面していた3号館ビルを解体して第一期工事が行われ 1> 第1期工事完成後に1号缶ビルを解体し、第2期工事が行われ、2号缶ビルと結合し1968年6月15日に全館をオープンした。2000年3月6日に石丸電機と業務提携を発表。石丸電機の子会社、Y&I 株式会社に出資し、運営を移管した。 2000年3月6日から3月9日まで店舗改装のため休業し、2000年3月10日から営業を開始した。運営移管後の店舗サービスやシステムは、石丸電機と共通になった。2005年3月21日に閉店し、4月1日から東京都市計画事業、秋葉原駅付近土地区画整理事業による東京都道補助324号線拡幅工事の ため解体された。隣接していたマクドナルド、カンブンドともに再開発され市川、カンブンド山際共同ビルが建設された。ありがとうございます。